morning, folks. This is Gio Nair. Yokohama City, Japan. Welcome to Daily Conversations again to you. September the 28th, 2023. Thursday. Before dawn. 4:11 a.m. 真っ暗だよ。28°C。あの、今日ね、ドライアイスで死んじゃいそうっていう話。初日はね、棺桶が間に合わなくて、防水シートの上にお母ちゃん寝かして、ほんでドライアイスを50キロで、また防水シートで、その横で寝たんですよ。二酸化炭素をいっぱい吸ってね。でもほら、俺風邪ひかない人間じゃん。で、翌日午後に棺桶が来て、で、お母ちゃん棺桶の中入れてもらって、ドライアイス50キロ。ほいで、蓋して、で、横丁でまた寝たわけ。で、最初の24時間は、ね、棺桶がまだない時は、バンバン吸ったんですよ。で、それが効き始めたのは、棺桶が来て、その日の夜、遊んで、ほら、腐っちゃいけないって言うんで、幸いなことに、アパートが狭いからさ、で、16度のね、最低にガンガン出して。で、棺桶が来た2日目に、の夜は、なんか寒いなって感じ。で、で、3日目は妹が、寄り添って、で、4日目、また私で、初日、2日目俺で、3日目が妹で、また4日目が私で、これで5日目が妹かな。これでまた2日ぐらいかな。妹と交代後ってよく覚えてないんだけどさ。で、まあさ、簡単に言うとさ、私に荷車、今はまだ治ってないんだ。あ、こっちはね、このぐらいやっても平気。だって3日の日だったでしょ？ 3 日の午前0時に折れたからさ、3日でしょ？ 3日、丸々だからね、0時に折れたからさ。3日よ、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28。もう20、26日じゃん？だから、3、7、2、4、7、28。4週間にあと2日なんだよね。で、こっち、もちろんこうやって思い切りやれば痛いけど、まあ、ほぼね、背中の痛みはなくなったね。骨折の痛みはもうほぼなくなった。ほんで、その、二酸化、でさ、最近、弟の子供が言ったんだけどさ、それ最近流行だよって言われて、なんか最近流行なんだって？棺桶の蓋にね、顔を突っ込んだまま死んじゃってる人って、なんかあるんだってね。なんか知らないからさ、その、最後の日さ、棺桶開けてお母ちゃんの顔に、ね、近々と深呼吸いっぱいしちゃってね、頬ずりはしなかったけど、触ってさ、妹もね、
で何があってやっぱりね1日目が一番効いたと思うんだよ。その防水シートの上にお母ちゃん乗せてドライアイス50キロやって、防水シートだからバンバン吸ったわけよ、二酸化炭素。で2日目の夜になんか寒いな寒いなーなってさ、それがちょうど肺の中にね、荷車引いてた時さ、真夏にさ、食品卸倉庫があるんだよね。でそこ行くとさ、真夏行くじゃん。で一瞬で肺の中がさ、なんちゅうの、北極状態になるわけよ。でフォークやってるお兄ちゃんはさ、もう防寒着にマスクヘルメットでさやってるわけで、まああれで24時間は大変だよね。3交代だからさ、そこ入るじゃん。どうはその肺の中がさ、本当に肺の中が北極でさ、荷物もらうだけだからさ、伝票を渡してさ、これとこれって言ってさ、これでお兄ちゃんにこれ伝票見してさ、でお兄ちゃんがパッパッパッて出してくれたのをさ台車に乗せて、で保冷倉庫出てさ、ほんで会社を出てさ、でまあ炎天下じゃん、ほんで荷車に行くじゃない。そうすんとなんかさ、すぐ治ると思うじゃん。そうじゃない、もう肺にさ、その結局冷凍保冷倉庫って日付言ったっけ、言ったよね、保冷倉庫でさ、つまんない話だからね、これだけの話、棺桶開けて息吸わない方がいいですよっていうそれだけの話ね。あれ昨日火曜日じゃん、一昨日か、今日木曜日だよね。ね、9月28日木曜日ね。これさ、保冷倉庫から出てさ、あったかーいっていうかさ、だから保冷倉庫ってマイナス20度ぐらいらしいんだよね。でもちろんドライアイスもいっぱい置いてあるんじゃん。そのほら食品ごとにドライアイスをかまして置いてあるのもあるじゃない。だから保冷倉庫ってさ、で換気するわけいかないじゃん、保冷倉庫部屋冷たくしてんのに。まあでも換気しながらやってんのかね。まあさ、その息を吸うとさ、一瞬でさ、なんちゅうの、肺炎になったような感じになるわけよ。なったことないけど、きっと肺炎とこういう感じだろうなって。ほいでね、倉庫出て ありがとうございます会社出んじゃんね。本当炎天下でさ、まあ外35、6度じゃない。そのあったかい風が、猛暑のさ気温が、ね、外気がさ肺にいくら入ってもさ、なんか肺がもうマイナス20度のまんまって感じ。ようやっとね、先ほどと遠いぐらいからご飯がねちゃんと食べれるようになってね。いや、どこがで全身がやっぱりね、なんちゅうの、風邪ひいたような感じ、節々がズキズキするって感じ。まあ部屋がさ16度エアコンかけてんからね、ほら腐っちゃうじゃん。で幸い狭いからさ、でも16度やってもさ35度ぐらいあったからさ、ね、実際の室温は20度、24度ぐらいかね。でまあさ、自宅でさ、お通夜やってさ、葬儀の人がね、すごい偉い人が来たの。
なんでかっていうと、若い子っていうか、若い子に経験がないんだって。その自作でお通夜っていうの、うん、本当に今自作でお通夜やる人いないんだって、うん、そんで告別式はお寺でやって、でそのまま焼き場行って、で焼き場から帰ってきて、まあ初七日の法要やって、でまた骨壺で帰ってきてさ、うん、あとは四十九日だけだよね、うん、今日はね、妹がその位牌をさ注文しに行くんだよね、うん、これで35、6年前にお父ちゃんが死んでさ、ほんでその時桜木町からさ、野毛の坂をずっと登って、野毛三丁目かなの交差点を右折して、ずっと行って、こう少し、ま、ずっと行って少し曲がりかけたところだったと思うんだ。あそこに3軒あんだよね。同じ店が2軒あって、屋号の店が2軒あって、また別のが1軒だ。確かそこだったと思うんだよね。うん、でそこへおじいちゃんの、俺が高校1年の終わった春休みにおじいちゃん亡くなったんだよね。でそこで作ったお位牌とを同じお店に頼みに行ってさ、うん、で俺の記憶では確かその交差点曲がって、うん、ね、野毛から上がっ、あ、桜木町から野毛山の坂上がってって、交差点を右折してずっと行って、なんか道がこう曲がり始めたところの、あの仏具屋さんなんだよね。その前におじいちゃんに頼んだのがさ、同じ店行って、うん、でももうお父ちゃんが死んで35年か6年になるじゃん。だから、でもそのストリートビューで見んとさ、お店紹介のでも見てもストリートビューで見てもさ、もう昔の面影ないわけよ。あの鉄痕キンクリートのさ、なんか前行った時はね、なんか間口が2軒ぐらいかな、で奥行きのあるお店で、まあ、ちょっと見た感じはさ、まあ、引き戸のね、お店でさ、引き戸が4枚っていうの、ちょっと見たらさ、あの昔ながらの、まあ、駄菓子屋さんとかさ、お菓子屋さんとか何屋さんでもそういう作りだったからさ、でももう店構えが全然変わっちゃってんからさ、どうかなと思ってね、うん、でね、その時ね、位牌がね1万3000円だか1万8000円ぐらいだったんだよね。今なんか4万5000円なんだって、うん、でネットで注文すると 1万円なんだって。まあ何でもそういう時代だよね。うん、ようやっとだよ本当にね。だから ほんでね、お母ちゃんが死んだじゃん。たださ、腹って減らないんだよ。まあ水は飲んだけどさ、あのこの OK 八人酒ポッカレモンは飲んだけど、腹が減らないんだよ。なんかを食べてみましょうって気にならないんだよ。1週間食べてなかったね。うん、そんでなんか食べ始めたのがほんの4、5日前。うん、だから、うん、で体重測ったんだ。たらね、
54キロ。入院した時が50キロ。入院する前がね、64キロ。うん、ちょっと前にね、お母ちゃんが元気な頃にね、体重測ったらね、57キロまで戻ってたんだ。3キロ痩せた。うん、あのお腹が減らないんだよ、ほんと。お母ちゃんが死んでさ、さあご飯食べましょうって気になんない。お腹減らないよ。全く減らない。ご飯を食べましょうっていう気になんない。じゃあそんでお腹減るかって減らない。全く。うん。で、そことちょうど重なったのが二酸化炭素で死んじゃうよ寸前だったんだよね。俺はさ、あ、なんか肺がさ、喘息になったみたいな感じだったね。うん、今ようやっと治ってさ、うん、まあ明日妹が、そうそう、昨日はね、昨日も、あ、昨日妹がね、買い物出てくれてさ、で、まあお母ちゃんも死んでんじゃん、骨だからさ。で、お母ちゃんにまあお線香あげて、ほいでちょっとお風呂、入るね、ちょっと床屋するからって言ってさ、ほいで、昨日なんかね、いろいろ来るものがあったからさ、それ待ってて、1時間ぐらい待ってて、それが済んでから、風呂場で床屋やってさ、うん、体もね、お湯もね、まあ、ぬるま湯ぐらい、うん、気持ち悪くなっちゃうからさ。で、終わって、水抜いて、掃除して、あれさ、世間の人に迷惑かけてんの知ってるの。だけど、その迷惑かける行為が大好きなわけ。ね。この辺さ、時速40キロだからさ、で、今、電動スクーターってあるんじゃない？音もしなく走るの。あれに乗ってくださいよったって金出したって絶対乗らないわけ。ね、世間にバリ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 って言って走ってみんなに迷惑かけて走ることが大好きな人にそれはしないでもらえるって言っても無理なわけ。なぜだかわかる？それがしたくてそのバイクを買ってそのバイクをすっ飛ばすわけだから。ね、いい悪いじゃないの。うん。バカか利口とかそういう話じゃないの。アンパン食いたい人にさ、いや、アンパン体に悪いから食べないのがいいよって、大きなお世話だからさ。ね。バリバリって走るのも、みんなに迷惑かけてるけど、迷惑かかるの分かっててやってるわけ。ね。だから、因が愚痴だから。ね。保冷倉庫に入って深呼吸すると、一瞬で肺の中が、北極状態になるから。うん。ドライアイス50キロの横で寝てると、やっぱり、肺炎状態になるから。肺炎ともまた違うんだよ。二酸化炭素を大量に吸うと、呼吸困難になって死んじゃうんだって。だから、棺桶で、ね、お父さんさよなら、お母さんさよなら、愛する夫さよなら、愛する奥さんさよなら、我が子さよなら、おじいちゃんさよなら、おばあちゃんさよならって棺桶の蓋開けて深呼吸すんと踏んで死んじゃうの。だってさ、今それが流行りなんだって。うん。俺は流行に敏感なんだよね。ノリノリっちゅうのかね。で、今日はね、そんだけ。絞ったばっかりの夕日の赤が水平
せんたら漏れている苫小牧発仙台行きフェリー、あのじいさんと来たらわざわざ見送ってくれたよ、おまけにテープを拾ってね、女の子みたいにさ、土産にもらったサイコロ二つ手の中で振ればまた振り出しに戻るたびに日が沈んでゆく。じゃあそういうことで、サンキューフォーアワッチン、カンバカゲン、ネクストサンデー。When would it come? I couldn't know it. Because it's good for you. September the 28th, 2023, Thursday, before dawn, 4, 5, 7, a.m. 28.degrees of Celsius 47分34秒でした、ね、私が得意なのは F じゃありません、 C です。分かっていただけたでしょうか。何やったの？見て分かんない？